クールベ急戦艦は、純度急戦艦ダントン級に引き続き、フランス海軍が第一次世界大戦中に、巡航させた最初で最後の土球戦艦の艦級である。ネームシップの艦名は、神仏戦争で功績のあったアメデクールベ帝徳に、ちなむ。写真は全級である、ダントン。1909年に、ドラペレール中将が、海軍大臣に就任し、フランス海軍の復興が始まった。 時のジョルジクレマン総政権の尽力により、多額の予算が振り分けられるようになり、土球戦艦16隻を最終目標とした1910年度海軍計画がスタートした。これは、バルト海での沿岸防衛任務を果たす程度でしかなかったドイツ帝国海軍が、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の支援を受けて、急速に増強され、これに追従するように、長年の旧敵である。 イギリス海軍も土球戦艦を中心とした巨大艦隊の整備を開始した背景があった。最終的にドイツを仮想的国としてイギリスとフランスは協力体制を取り地政学的にバルト海に近いイギリスは地中海艦隊から戦力を抽出して北海と北、大西洋に戦力を配置しフランスは大西洋と地中海での役割が与えられた。 本級は1九1 0年度海軍計画において四隻の建造が議会から承認を受けて建造された。基本的な設計は全級である断ントン級を踏襲していたが、リアッセの設計により改め設計されて、船体を約三千八百トンほど大型化した。主砲は3 0五センチメートル連装砲のままであったが、既存の全土級戦艦が二機四門であったのに対し、 本級は全球の3倍である6機12門の主砲門数を搭載する強力な火力を持っていた。建造中のパリの艦守。水栓部の凹みは装甲板を装着するための加工。本級の外観はダントン級を土級戦艦にリファインしたような外観となっている。船体は引き続き、朝鮮首狼型戦隊で、艦守形状は垂直に切り立っていた。 全土旧戦艦時代のフランス戦艦伝統のグランドテルと形容される複雑な艦上構造物はなりを潜め、装行司令塔と煙突と探望章の前後マストと、砲塔以外はない、簡潔でいて重厚な外観となっていた。監視甲板上に一番二番手砲塔を背負い式に2機、二番手砲塔の基部から上部構造物が開始し、即虚偽を乗せた装行司令塔を組み込んだ。 ソーダ環境の両脇にはブリッジンは1番煙突と2番煙突と接続されていた。船体中央部に短脚式の全部マストが立ち、原則甲板上に片源に1機ずつ3番手法塔と4番手法塔が配置された。3番煙突の背後には艦載艇が並べられ、それらは3番煙突の側面に設けられたクレーンが片源1機ずつ、計2機で運用されていた。 上部構造物の末端部に、後部環境に組み込まれた後部マストが立ち、その背後に5番6番手法等を背負い式に2機、配置した。手法配置には苦心の跡が見受けられ、全方向に 30.5cm 砲8門 13.9cm 砲6門、左右方向に、最大で 30.5cm 砲10門 13.9cm 砲11門、 五方向に 30.5cm 九8ン 13.9cm 砲6門が施行できた。この時代でもフランス海軍は、王列陣での火力数にこだわっていたため、守備戦火力を重視していた。改装後のパリ。竣工当時は、関係の小型さに起因する艦首の浮力が不足していたため、外洋航行時に高波に艦首を突っ込み、しのげな未成に劣っていた欠点があった。 このため、第一次世界大戦時の戦訓に基づいた近代化階層の折、一部の監守側の 180mm 層甲板を撤去。同級のうち、ジャンバールは、複方の一部を撤去して、監守を軽量化することでバランスをとってからは、両派性は改善された。竣工後の1923年から1924年に、かけて第一次近代化階層を行った。 外観上最も目立つ変更点は、船体中央部に立てられた全部マストの位置を、操打環境の背後に移設し、単足型から三脚型へと更新され、頂上部に色素を設けた点である。全部三脚マストのこれの改造に伴い、三角形状の環境フラット部を二層から三層構造に変更した。期間は重要、主とする根性ボイラーに換装された。 煙量の増加に伴い煙突は3本すべてが同じ高さだったが、この時に倍煙の逆流を抑えるために、監視側の1番煙突を撤去し、煙地を結合して1本として三脚マストに接近させた。なお、パリは1番2番煙突を接近させた形状だった。続く1927年から1929年にかけて第二次近代化改装を行った。 速距技は、機船長4.57メートルのタイプ C 型速距技を中心に、手砲・副砲兼用の三射門グラナ式射撃式装置を採用した。改装内容は、攻防層すべての面に及んだ。武装面においては、手砲等の行角を12度から23度へ引き上げて、射程距離の延伸を図り、主艦の一部を重油戦召管に更新したが、主艦すべてが、 重油戦勝艦に更新されるのは1931年から1934年の近代化改装後であった。この時に水蒸気を搭載し、関西低用集クレーンを大型化して水蒸気をすり上げやすくした。収益時のパリ、日露戦争時の戦訓により、上部構造物が低く、シンプルな艦型をしていた。主砲塔の配置は全球に引き続いて、 カネーモデル1 9 1 3 0 5トル砲を採用した。その性能は重量4 3 2ラムの砲弾を最大行角12度で1 3 5 0 0ルまで届かせることができる。この砲を連装砲塔に収めたが、本級の砲塔形状はダントン級の円筒型と違って1910年型のくさび型の新型に変わった。 砲塔の浮行能力は、行角12度、深く5度である。手砲身の浮行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。各砲塔の旋回角度は1.25.6番手砲塔は、船体守備戦方向を0度として、左右150度、原則甲板上の3.4番手砲塔は、原則方向を0度として、 左右150度の広い旋回角度を持つ。発射速度は毎分1.5発であるが熟練した方位ならば毎分2発も可能である。後実する近代化階層や砲弾の更新により最終的に最大行角は23度まで引き上げられ最大射程26,300メートルまで届かせることができた。発射速度は回想前と同じく毎分二発であるが 熟練した方位ならば、毎分三発も可能であった。管理側から取られた収益時のクールベ。本級の複砲は、被弾時の被害極限のために1 3 9トル速射砲を2から3機ずつ分散配置していたのが特徴である。複砲は、新設計のカネーモデル1 9 1 0 1 3 9トル速射砲を採用した。その性能は、 重量3 9 5ラムの砲弾を、行角25度で16,100メートルまで届かせることができた。砲身の不行能力は、行角25度、不角のなどで、旋回角度は左右160度の旋回角度を持っていた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分5から6発であった。これを単装砲まで22機を、 当時としては、珍しい単装砲3基を上パン原則に3、セット後部手パンに2基1セットを原則ケースメート配置で両原に配備した。この配置により、艦首方向に最大6門艦尾方向に最大4門を試行することができた。反面、被弾時に無事な他の方を一緒に損傷させる恐れがある他に、爆風による影響等の問題もあった。その他に、 耐水来艇用に、オチキスモデル1 8 8 5 4 7トル気砲を採用した、その性能は、重量1 5ラムの砲弾を最大行四45度で、射程7 2 0 0ルまで、対空70度で、最大射、高3 0 0 0ルまで届かせることができる、この砲を単装砲がで4機をマスト状に装備した。その他に、 対艦攻撃用に 45cm 水中魚雷発射管を単装で、水戦下に1番2番手砲塔の間に1機と5番6番手砲塔の間に1機ずつの片弦2機の計4機を配置し、予備魚雷12本を搭載した。竣航後の1920年代の近代改装において、副砲4機と 45cm 魚雷発射管4機を撤去し、浮いた重量で、 対空兵装として、モデル 19277.5cm 広角砲が採用された。この砲は、ロングセラーで、続く、シュフラン90巡洋艦と、千里巡洋艦にも搭載された。その性能は、重量 5.93kg の砲弾を行角40度で 14,100m まで、最大行角90度で、高度 8,000m まで届かせることができた。 方針の不行能力は、行角90度、不角10度で、旋回角度は、左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は遮蔽物に制限された。装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分8から15発であった。これを、ジャンバール、クールウベは、単装砲画で4機を搭載されたが、パリは3機であった。 あとに1938年にクールベのみ 7.5cm 広角砲を6機とした。1939年にクールベとパリは 13.2mm 連装機銃6機と 13.2mm 単装機銃2機を搭載した。高速航行をするパリ。本級の機関配置は船体中央部に減速砲とを持つ関係でボイラー室が 手法弾薬庫により前後に離れた間室分離配置方式となっており、このため3本の煙突のうち前2本と、あと1本の間は大きく離されている。間室からボイラー2機ずつを収める第1間室と第2間室の背後にタービン機関2機を収める第1機械室、水密隔壁を挟んで、第3間室と第4間室の背後に第2機械室の順番で配置した。 本級のボイラーは高温蒸気を使用するベルビール式であったが、クールベのみニクローズ式で異なっていた。機関の構成は、石炭、重油混焼水管管は24機で同じであった。これに、パーソンズ式高速型直結タービンと低速型タービンを一組として二組四軸水芯で最大出力28000馬力、大焼け身において、クールベは21.0ノット、 パリは21.7ノット、ジャンバールは22.6ノットを発揮したが、常用21.0ノットとされた。燃料消費量から石炭2706トンと重油310トンで、航続性能は、速力20ノットで1140回りもしくは10ノットで4200回りが航行できた。本級の武装、装甲配置を示した図、防御方式は、 ダントン級より踏襲した全体防御方式を採用しており、推薦部は監視から艦備部までの原則全体に原則走行が貼られた。原則走行は高さ4.75メートルで、推薦下に沈下するのは2.35メートルだった。走行圧は推薦中央部の1番四方塔から6番四方塔の間までが、 再圧部で二百七十ミリメートル、艦守備部では百八十ミリメートルであった。また水線上部の中央減速部と副砲のケースメート部にも百八十ミリメートルの装甲が張られておりえ防御であった。主砲塔の前立ては三百二十ミリメートル、バーベット部が二百七十ミリメートルであったが、これは同世代のドキ戦艦ドレッドノート級の 水線中央防御部が二百八十ミリメートルであったのに対し、手走行の末端部二百ミリメートルから先、艦首尾部の広範囲にわたって百ミリメートルでしかない、ことに比較しても重防御であると言える。幹半部の水平防御は、日露戦争時の戦訓を取り入れて四層すべての幹半に装甲が施され、選手楼ミリメートル、第一三十ミリメートル。 乾板1 2トル、主防御乾板は水平部で4 0トルで、傾斜部は7 0トルであった。本級の3番艦、ジャンバールが、第一次世界大戦中のアドリア海にて、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の有望 u b と U-21 の雷撃を2本受けても沈没を、免れたのは、強力な水戦防御と、耐水雷防御の優秀性のためであった。 第一次世界大戦当時において、水戦下に損傷を受けて浮かんでいられる大型艦は、少なかった。超ど急戦艦キング・ジョージ5世級、オーディシャスが、ドイツ製機雷に触来して大破し、栄光中に爆沈したほか、ドイツ式の設計である、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の土級戦艦、テゲトフ Q4 番艦、出演トイストファンが、イタリア海軍の水雷艇の攻撃により撃沈された。 例を見る限り、本級の水雷防御は、同世代で最優秀である部類となっている。本級の収益後は、地中海艦隊に優先配備された。第一次世界大戦では特に大きな海戦に参加することもなく、第一次世界大戦中の1914年8月16日に、アドリア海にて、オーストリア・ハンガリー帝国海軍のセンタ級、防護巡洋艦、センタを撃沈したが、 唯一の被害として12月27日にジャンバールはマルタ島沖合いでオーストリアハンガリー帝国海軍の有ボート U12 より雷撃を受けて中破しマルタ島にて修理を受けた。1919年にフランスはボリシェビキの決起に対する制裁のためセバストーポリ作戦に参加した。ボリシェビキたちは セバストポーリ市内の建造物に立てこもり、周りの市民を盾にしている、赤軍部隊を撃退するため苦渋の選択として4月17日に、フランス、ジャンバールとダントン級、ベルニョーの3隻で、セバストポーリ市街地へ、艦砲射撃を行った。その後は、水兵のサポタージオを鎮圧して、国会から引き上げた。前戦艦ともに無事であった。1922年に4番艦。 フランスは、キブロン湾内にて、変えずに、明記されていない、未知の暗証に座礁し、沈没してしまった。クールベとパリは1931年より、練習艦任務に就いた。クールベは、主に砲術練習艦として使われたが、パリは、期間の老朽化により、速力は16ノットに、低下していた。1935年に、ジャンバールは、練習艦となり、 1936年にリシュリュ,ュー級戦艦の2番艦に艦名を譲ってオセアンと改名された。3隻とも第二次世界大戦にも参加している。1940年7月3日に戦団護衛によりイギリス本土のポーツマスとプリマスにそれぞれ入港していたクールベとパリはナチスドイツのフランス侵攻でフランスが降伏したことからイギリス軍に抑留された。 同年、自由フランス軍が発足され、6月28日に、英領ジブラルタルで、ミュズリエ提督が自由フランス海軍を創設したのに、伴い、7月11日に、クールベとパリが自由フランス海軍に編入された。イギリスにあった、クールベは1941年に、対空レーダーの搭載と、対空火器を強化して、港湾の防空任務に就いた。 パリは自由ベルギー軍や自由ポーランド軍の宿泊所兼練習官となった。1944年6月9日のノルマンディー上陸作戦において、クールベは上陸戦団を支援するために自沈処分されて、臨時の防波堤となった後、フランス解放後に帰還した。一本、本国にいたオセアンは百四十二年十一月十七日、トゥーロンにて、フランス軍によって、 自沈処分され、ナチスドイツ軍によって捕獲された。当時、すでに、オセアンは、老朽化のため外洋に航行する能力は持たなかったが、1944年3月7日に、連合国軍より爆撃を受け、15日にドイツ軍により沈没させられた。オセアンは1945年12月14日に、不要されて、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。